最優秀選手とは、その年の日本プロ野球において、最も活躍した選手に与えられる、表彰の一つ。通称、MVP とも言う。NPB では、レギュラーシーズン、セパ交流戦、クライマックスシリーズ、日本シリーズ、オールスターゲームそれぞれで MVP を選出する。1937年春季より表彰を開始。当初の名称は最高志君選手。 1963年より最優秀選手と解消。シーズン中に最も活躍した選手が選ばれる。現在はセントラルリーグ、パシフィックリーグからそれぞれ1名選出されている。選出は記者投票によって行われる。投票資格を持つ記者は全国の新聞、通信、放送各社に所属しており5年以上プロ野球を担当しているもの。 投票用紙に3名を連記し、1位に5点、2位に3点、3位に1点のポイントが振り分けられ、その合計値が最も高い選手が選出される。制定当初は選考委員による選考で選ばれていた。1949年に記者投票制を導入し、初年度は5名連記制だったが翌年より短期制になり、 1963年から3名連帰制となって今日に至っている。2リーグ分裂後の発表時期は何度かの変遷を経ている。分裂直後の1950年と1951年は日本シリーズ終了数日後の発表であったが、1952年は、世は日本シリーズ開始2日前、パは終了2日後と分かれ、1953年は、 日本シリーズ中に発表1954年から1962年まではシーズン中に投票の締め切りが設定され発表も日本シリーズ開始前でリーグ優勝決定後ながらおおむねシーズン終了前であった1956.1957年は各リーグの事務局からの発表となったため各リーグで別の日に発表されている 1963年から2004年までは日本シリーズ終了の翌々日に行われていたが2005年以降は NPB アワーズ当日に発表することになっている最高主君選手として制定された当初から所属チームの成績に関わりなく最も価値ある選手か所属チームの優勝に最も貢献した選手かで議論があった初期にはビー・ハリスやカリタヒサノリが 前者の立場で選ばれていたが、次第に後者の傾向が強まった。阪神の球団史、阪神タイガース昭和の歩みでは、1946年に優勝したグレートリングの山本和人が先行委員の満場一致で選ばれたことが、優勝チームに限定した選出の発端という見解が示されている。同書には MVP を翻訳した最高主君にこだわるとどうしても、 優勝に結びついてくると記されている。1949年に6位チームから選出された藤村文夫については、この年に導入された5名連期制が有利に作用したと、阪神タイガース昭和の歩みには記されている。なお、この藤村の選出に関しては、井上翔一が阪神タイガースの正体の中で、大井広助の著書、タイガース史にある、 毎日新聞系の表が集中的に藤村に投じられたという記述を紹介し、当時プロ野球再編問題で毎日球団側に着くかどうかに疑念のあった阪神を引き止める一環として、そのようなことが行われた可能性を指摘している。この年は1位は7点、2位は4点で、以下5位まで1点ずつ少なくなる方式であった。藤村と時点の千葉シュゲルとは1位は、 同数で2位以下の票数で差がついた。発表時の読売新聞の記事では、同僚の藤本秀夫や川上哲司との間で2.3位の票が分散したことが、千葉の敗因としている。この翌年より投票は短期制となり、優勝チームからの選出が不分率となっていく。その後、原則として優勝チームから選ぶという条項が設定され、 優勝チームからの選出が続くこととなった。なお、パリーグは最優秀投手の制定後、1953年から1955年までは最高主君選手の対象には投手を含まないとしていた。1963年に最優秀選手に改められた際に上記の条項は削除されたが、その後においてもリーグ最高勝率チームから選ばれることが多い。 2位以下のチームに所属する選手は、けな成績や記録を残した場合に選ばれることがある。レギュラーシーズン優勝チーム以外から MVP が選出された例は、20イーグ成功、セゲ3度、パで10度。また、レギュラーシーズン最高勝率ではないチームから、MVP が選出された例は、20イーグ成功、セゲ3度、パで8度。B クラスのチームからの MVP は、リーグ成功、 1982年の落合博光、1988年の門田博光、2008年の岩隈久さし、2013年のウラディミール・バレンティンの4度。パリーグで全校規制が採用されていた1973年から1982年に、前期、後期どちらかで最高勝率を記録しながらプレーオフに敗退し、 優勝を逃した球団から MVP が選出された例はない。2004年から2006年のパリーグでプレーオフが実施されていた時期においてレギュラーシーズン2以下のチームがプレーオフを勝ち抜いて日本シリーズ出場を果たしたケースで当該チームから MVP が選出された事例はない。2004年の松中信彦。 2005年の杉内都也と2年連続でシーズン最高勝率を達成しながら当時のプレイオフ制度により優勝を逃したチームから選出された。2007年以降にクライマックスシリーズが始まって以降はプレイオフで日本シリーズ出場を逃したとしてもレギュラーシーズンの優勝チームから MVP が選出されやすい傾向にある。アメリカ大リーグの プレイヤーオブザマンスを参考にスタートした表彰で、当初は両リーグそれぞれ最も活躍した選手を全ポジションから1名を選んで表彰していた。日本では、もともとは、投手、野手を含めて、各リーグで、毎月1名ずつの選出だったが、1989年から、投手の部、打者の部から各リーグで、毎月1名ずつ選出されている。なお現在の賞の正式名称は、 日本生命月間 MVP で日本生命保険がスポンサーとなっている。2005年の第1回のセパ交流戦より表彰。正式名称は最優秀選手賞。毎年最高勝率球団イコール優勝チームの中から優勝に最も貢献した選手が表彰される。1973年から1982年の10年間。 パリーグのみ実施された2シーズン制に伴うプレーオフでの表彰。1973年より表彰。正式名称は最優秀選手。毎年優勝チームの中より1名が選出されていた。なお、2004年から2006年の3年間、同じくパリーグのみで実施されたプレーオフでは MVP を選出していない。パリーグでは2007年。 セリーグでは2008年より表彰。ファイナルステージ勝利チームより1名が選出される。2007年と2010年のパリーグのみ第1ステージでも選出を行った。1950年の第1回より表彰。正式名称は最高主君選手。日本シリーズの日本一チームの中で最も勝利に貢献した選手が選出される。シリーズ終了直後に発表。 1954年第5回から2006年第57回までは受賞者にトヨタ自動車提供の自動車が贈呈されていた。原則1名だが、1962年は賞品が多かったことや優勝に特に貢献した選手が多かったことから唯一2名選ばれ、東映フライヤーズの土橋正幸が自動車、種重正幸がそれ以外の賞品を分け合っていた。 1951年の第1回より表彰。正式名称は最優秀選手賞。オールスターゲームの各試合で最も活躍した選手が選出される。試合終了後に発表され、球場で表彰も行われる。フレッシュオールスターゲームでも各試合ごとに MVP が選出される。ありがとうございます。